は2時半、あ、おしっこの後か、はい、食べてからおしっこを出たんです。2時半に寝るままで寝てたんですけど、それで起きてから食欲があるようなので、KD にしなけたのが、15g の半分ですから、8g か、8g ぐらいですかね。それから、あ、なるほど、ドライで 8g ですね。はい、ドライの日は確かに。それから缶詰、はい、あっちの三島ってやつ、缶詰が4分の1ぐらいですか。缶詰が4分の1食べましたね。それでいただいたドライは食べなかったです、ね、やっぱ KD のが好きなんだね。そうなんですね、はい、じゃあそちら預かさせてください。ちょっと読めましたね、聞いてくださってる。いいですよ、今ので分かりました、ね、はい、でうんちは、うんちなしです。なし、昨日も一昨日食べてなかったので、はい、2日間うんちない溜まってると思います。溜まってるか食べてないので、だから今日の朝までで、はい、まあここに寝たく、まあ、ちょっとここで下に書きますね、はい、だから KD のドライのふやかしを 8g ね、それから KD の中間で、中間が4分の1ね、はい、まあそうやって書いておいてもらえれば、でこれでまた、はい、あ、朝からいろいろは病院での様子があります、はい、元気はどう？あ、元気はね、ちょっと上がった、50から60に60、ちょっと顔つきも良くなったんです。で、うろうろ歩いてます。これはなしですよね。はい、でうちはたくさん出たと。うち全然出ない。あ、うちはごめんなさい。おしっこは、おしっこが今日持ってきた量の倍ぐらい。はい、1回だけです。1回だけです、2時に。それからしないで、ひょっとしたら、お水はね、ちょこちょこ飲みに行ってます。結構普段からお水はちょこちょこ。ご飯はいつも出しっぱなしなので、一度にたくさん食べないんです。なるほど、ちょこ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 。熱は38.2度。はい。平熱です。8度分ぐらいが平熱です。はい、直腸をね、肛門から入れた。ちょっと気持ちが、2時頃に起きた時に顔がいい顔してました。いい顔しました。はい、6秒かけて。はい。スタート。ただ呼吸もだいぶ収まってたんですけど。ストップ。そうね、昨日よりは少ないですね。はい。昨日120回ぐらい打ってたけど、今は6回ぐらい。はい。はい、じゃあね、ちょっといきなり検査じゃなくて、先に酸素化しますね。はい、それでちょっと状態高めてから、ささっと。で、できれば、あ、おしっこはもう持ってきましたから助かります。あと血液とレントゲンの心電図、血圧をちょっとささっとやって治療してきますね、はい、で夕方、6時から7時ぐらいまでに迎えに行ってもらっていいですか。はい、よろしくお願いします。はい、ちょっとおしっこしてないのでするかもしれません。カゴを置いててください、はい、あ、それとちょっとケアかなしてもらいます。採血したりするとここから採血するから少しだけ血かります。ああ、はいはいはい、あと点滴するところも、はい、あ、でも点滴吸収しとる、はい、ありがいかと思います。